どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちらご覧ください。で、見直し、今後の季節イベントやコラボでのモンスター交換所についてということで、この前ですね、パズドラには、過去最悪の解約が入った交換所アプデが入りました。で、何度も言いますが、僕の思う解約というのは、例えばミナカがフェスゲン30体で交換できたことでもなく、星4、星5などのレアリティの低いモンスターたちを交換に出して交換できたことでもなく、解約と言っているポイントは、星8、星9モンスターを交換する際のフェスゲンの弾が39体から16体まで減ったことなんですね。2分の1以下になって解約されました。で、星8、星9フェスゲンが全然交換できなくなって、こんな感じでね、ピックアップキャラがめちゃめちゃ減ったと。で、間違いなく俺の視聴者の人たちは少なくともこのフェスゲンの弾が減ってることを言ってると思います。実際ミナカがフェスゲン30体で交換できようが、星4、星5キャラを25体使って交換できようが、多分こっちに文句言ってる人はそこまでは、まあもちろんいるとは思うよ、いるとは思うんだけど、正直こっちは別に新しく追加された要素だから、あの批判する理由は特にないんですね。元からなかったものが追加される分には別に俺たちには関係ないので、それだったらね、交換できないやつは、はい、じゃあどうでもいいですって終わる話だよ。なぜなら元からあるわけではないから。まあ、フェスゲン30に関しては、あのネタ的な要素が強すぎて、まあ、批判されてることは多いと思うんだけど、まあ、実際あれも実は、まあ俺何回も言ってるんだけど、あれゴミだから使わなきゃいいだけなのね、本当に。あんなん誰も使わないから、別に課金税は3600円払うし、無課金はあんなんもったいないから使わなくていいし、そうだからあれって本質的に見たら別に使う必要がないものなんですよ。だからいらねえよって話を俺はしてて、実際俺がずっと言ってるのはこの交換所がガチでカスになったことに対して文句言ってたね。39から16まで減って、そしたら今回ね、これに対して運営から声明がありまして、はい、ユーザーの皆様から非常に多くのご意見をいただき、改めて協議を重ねた結果、8月21日月曜日開催予定のストリートファイターシリーズコラボ以降のモンスター交換所は従来の交換方法に戻すようにいたします。現在開催中の夏休みイベントのモンスター交換所は現状のままとなります、ということでした。はい、ということで、まず、交換所はもうこれで元に戻ります。はい、もう今のもうカスみたいな交換玉が16体しかない交換所はまず消えます。これは、まあ、正直このなんていうの、星8、星9の交換所のここが解約されてしまったことに関して、これが戻るのはまず神だね。これはまずめちゃめちゃいいと思います。あの、まあそもそもフェスゲンの弾が39体から16体まで減ってしまっていることがもうおかしくて、そんな解約が何もなく入っちゃうゲームっていう視点でもう俺はこのゲーム終わりだって思ってたんですけど、まあそこに関してすぐに戻してくれたのはめっちゃありがたいね。あの、個人的に俺ここ最近パズドラのモチベはもう本当にゼロに近くて、あのフェスゲンの交換の弾を解約するっていうのはもう本当に美課金税に対して、お前ら交換させへんからな、黙ってガチャ引けよっていうことなんよ、ほんまに。でもそんな解約が入る視点でマジでこのゲーム終わりやと思ってたから、そう、やっぱ俺としてはね、やっぱ実況とかやってる上でパズドラに人がおってほしいわけやから、そういう解約のアプデがなくなったのに関してはいいと思う。で、それと同時に、あ、運営はマジでユーザーの声を聞いてる感を出して、本当にあの星8星9の交換の弾を減らしたいがためにこれを実装したんだなってこの文章を見て思ったわ。で、あれでしょ、この話の結論としては星4星5の交換所もなくしますと、星4星5星6星7の交換所も廃止します。しかもミナカの30体出現交換所も廃止します。で、この交換タワーを戻しますっていうことなんだよ。これつまり今回ね、やっぱり星4、星5、星6、星7交換所の実装とか、あとはミナカのフェスゲン30体交換実装とかっていうのは、もうこれ本質的に言えば星8、星9フェスゲンの交換の玉を減らしたかっただけってことじゃん、これって。単純に考えてね、まあそもそも今回でいきなり交換の玉が減ってる時点で、まあそういうことなのはもう目に見えて分かってたと思うんだけど、やっぱり確実にこれは星8、星9の交換玉を減らしたいがためだったんだよね。でも結局この交換をさせにくくしての集金しようっていうのがもう目に見えてわかると思うんだけど、まあ、できれば俺的には星4、星5、星6、星7の交換所は神だから、そこを残しつつ星8、星9の交換玉を戻すって対応してくれたら今回の炎上がまとまるような神対応だったのかなと俺は思うんだけども、まあでも実際今回の運営の対応としては星8、星9の交換玉を戻して星4、星5、星6、星7の交換所とか、あとはミナカの30体交換所とかは全て廃止されるみたいです。まあなんていうか、ここもねパズドラ運営のプライドが見えますね。まあなんかなんていうんですかね、別にこの対応自体はすごい神なんで全然文句はないんですよ。まずもうこれが最初からの状態に戻します、すいませんでしたってことなんで、もう全然これでいいんですけど、
なんというか炎上した割にはただただ本当に炎上しただけで交換所元に戻るんだったら、ね、ただ意味のないアップデートだったなと僕は思いますので、まあ、なんというかすごいもったいない感じはしますね、今回の件については。まあ皆さんどう思いましたか、実際今回のアップデート。なんかゆうこれチャンネル的にはもうね、みんなのコメント欄が過去最高ぐらいに団結してて怖かったわ、もう本当に。そんぐらいやっぱみんなもブチ切れたと思うし、俺もねやっぱ今回の件に関しては特にね、なんか人によってはフェス限のこの25体効果とかこれとか、あとはミナカの30体効果に怒ってる人もいると思うんだけど、俺は本当にこれだけはずっともうブチ切れたから、もう実装前からずっと俺は、ね、動画で、ね、多分見てくれた人はもう分かると思うんだけど、フェス限の弾を減らすなと、このフェス限の弾は絶対に戻せっていうことだけを言い続けたと思うんで、まあ俺的には確かに星4、星5、星6、星7交換所は神だったんで、まあそれが消えるのは悲しいっちゃ悲しいけど、まあそれを消してまででもこっちのフェス限の弾が戻るのはでかいかなと思いますし、まあ、何より、このなんて言うんだろうね、フェス限の弾を減らしてまで星4、星5、星6、星7交換所実装されても別に嬉しくないから俺は。まあ配下金はもちろんね、星4、星5交換所神ですよこれ。配課金はこっちの交換所使えるからめっちゃいいと思いますけど、美課金とか無課金の人って結局こっちの交換所しか使えないですからね。そう考えたらね、マジでクソアップだと思うんで、かなりでかいかなと思いますので、ぜひこちらね、ログインして確認してみてください。ストリートファイターからなんでね、今回は何も戻りません。あと、ストリートファイターシリーズにコラボ交換所来る、あ、そっか、既存キャラの交換所か。あ、そっか、ストリートファイターもこの解約アップデートに巻き込まれる可能性あったんだ。やばいな。もしこれ運営がこの状況でアナウンスしなかったら、ストリートファイターも最悪な交換所で実装されたんだ。もうそしたらこのゲーム終わったね、マジで危な本当に。まあ、今回の件ね、事の発端はね、昨日のヤマピーのツイートだったわけなんだけども、まあ、実際ねこの件に関してもね、やっぱ視聴者の方から見たらいろんな意見がありましたね。まあ、特にやっぱり一番多かったのは、そもそも今回炎上してるのって星8、星9フェス限の交換の弾が39体から16体に減ったことが炎上しているにもかかわらず、ヤマピーのこのツイートっていうのは、ミナカの交換所の話をしているから、お前は何の話をしてるんだっていうコメントがやっぱり多かった。まあでも確かにこれはね、その今回の炎上の本質はずれてるよね、明らかに。これってミナカの交換所の話をしてるし、あと、星8、星9モンスターの交換利用者も同様の割合って書いてるんだけど、これは星4、星5、星6、星7の交換所自体は、普通に使われてるとは思うから、まあ、これはね確かにそれはそうなんだけど、ただ逆に言えばやっぱりなんて言うんだろうね、星8、星9の交換所の弾が解約された件については一言運営からアナウンスがなかったから、まあ、結果なんならこのツイートのヤマピーのツイートの影響でさらに炎上したみたいなこともあったみたいですね。まあ、なのでもう今回戻るということで、まあ、とりあえず今回の件は一旦ね解決になるのかなとは思います。まあ、ユーコロの意見としてなんですよ、多分交換所に関しての動画は出さないので、まあ、あの交換所の文句に対しての動画出せないと思うので、まあ、一応最後に僕の意見として言っておくと、まあ、俺の意見としてはまず、ミナカ30体交換所と星4、星5、星6、星7を使った25体交換所に関してはどっちでもよかった。特に星4、星5、星6、星7交換所は普通に神だったから、それが消えるのは少し残念。ただもうそれが消える消えない以前に、それを作った建前で星8、星9の普通のフェス限交換所の交換の素材をね39から16にしたっていうのは、これ何回も言うけどこれは最悪な解約です。なのでもうこの解約すぎるアップデが消えるだけでも全然俺はマシかなと思いつつ、あ結局交換の弾を減らして、そう星4、星5、星6、星7交換所を作るという建前で星8、星9交換所のね弾の数を減らしたかったなというね風に僕は思いました。だからまあなんか今回の運営にはちょっと残念だと同時に、まあとりあえずすぐ対応してくれただけマシかなと思います。まあということで皆さん運営の対応いかが思いましたか、ぜひね詳しくはコメント欄で皆さんも書いてみてください。そして、ユーコロの意見、納得した人ね、高評価押しといてください。多分、交換所解説は、まあ、今回の件があって、ちょっとあれですけど、一応出すには出しますので、よろしくお願いします。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。